北朝鮮が9日午後、未症の飛翔体を発射した。韓国合同参謀本部はこの日、北朝鮮が今日午後4時30分ごろ、平安北道新五里付近より、詳細不明の飛翔体を東側に向けて発射したと発表。飛翔体と関連した詳細については、まだ正確には把握できていないと伝えた。 新五里地域とは、平安北道雲田郡に位置した場所で、ミサイル基地がある。同基地は平安から北西に77キロ、非武装地帯から北へに112キロ、ソウルから北西に27キロに位置する。米国シンクタンク戦略国際問題研究所朝鮮半島専門ウェブサイト、ビヨンドパラレルの報告書によると、 シンゴリには朝鮮人民軍戦略軍のノドンミサイル本部がある。よって、今日発射された飛翔体は、ひとし中距離弾道ミサイルイコールノドンミサイルの可能性が高いと韓国メディアが報じている。なお、ノドンミサイルは朝鮮半島全域と日本列島の大部分を射程距離としている。